バスケットボール第31回都道府県対抗ジュニア大会岡山71-69東京 A 最終日3/0日男子決勝東京体育館日刊スポーツ新聞社公演岡山が劇的な逆転優勝を飾った東京 A に土壇場で追いついて延長戦に持ち込むと、71-69で3年ぶり2度目の栄冠に輝いた。岡山は第4球終盤、53-67と14点を追う苦しい展開。そこからエースのスモールフォワード播磨大地、倉敷市立玉島北中2年の連続シュートが炸裂した。180センチで、それほど恵まれた身長ではないが、1対1でのオフェンス力は抜群。2点シュート3本を決めると、終了間際には3点シュートで同点とした。延長でも得点し、勝利を呼び込んだ。劇的優勝に播磨は、みんなが応援してくれたので、最後に決められた、と興奮しきり。唐川翔コーチは、優勝候補の福岡戦、1回戦 58-57、でも決めてくれた。彼は持っている、それがエース、とその活躍ぶりに脱帽した。諦めずに、持ち味のディフェンスの足を活かせた、という同コーチ。3点シュートが決まらないと追いつけない場面では、播磨に向かって、3、3、と絶叫した。やりきったから優勝できた、と選手同様、興奮冷めやらない様子だった。まさかの逆転負けを喫した東京 A の森啓二コーチは、ちょっと弱気になって、守りに入った。第4球、最後の7点差のところで、シュートを、1本取りたかった、と肩を落とすしかなかった。